地のいい潮風ね。そうですね。何よ、済ましちゃって。私は来た時からこんな感じでしたよ。そうだね。まあいいわ。それにしてもよく一泊させてもらいましたね。ダメ元でフロントにお願いしたら部屋を用意してもらえたわ。スタッフにクレア様って名前を呼ばれた気がしたんだけど、私スタッフに名乗ってたかな。それともこっそり私も招待券に当選してた。お得意様の顔と名前は覚えられているケースはよくありますよ。私三つ星紹介で買い物しすぎかしら。今月はあんまり行ってないつもりだったのに。ほんと三つ星紹介って気前がいいというか、なんというか素敵な紹介よね。今回は私たち侵入者なのに。え、侵入者の自覚あったんですか。当たり前じゃない、何言ってるのよ。いえ別に、仮にも優等生だし、そのあたりは常識人なのね。発言と行動が全然一致しないけど、ポチのことになると見境がなくなるのかしら。すっかり元の調子ですね。別に落ち込んでなんかないわよ。さあ今日も指導を探すわよ。はいはい。それで現状は？昨日お伝えした通りです。原因と目的は分かりませんが、アレクシア王女とクレア様がこのビーチに迷い込んでいます。厄介な状態ね。アレクシア王女はともかく、クレア様までいるなんて。ええ、そうね。昨日から主様の行方不明で、我々は状況を正しく把握していません。迂闊に動くのは危険です。この後はどうするつもり？まず下手に動くことは避けましょう。あくまでも自然に動くことが最優先です。そしてこの状況における不安要素を排除しましょう。例えばこのビーチに主様だけが招待されているという客観的に不自然な状況とか。なるほど。私たちの存在をアピールすることで不自然な招待客という線は消えるわね。すでに三つ星紹介スタッフに連絡を入れており、招待客の存在感を増やすように手配しています。そして私たちはそれまでの時間稼ぎってことね。先に別の招待客の存在をアピールするとしましょうか。よし、そうと決まれば行動に移しましょう。全然見つからないわね。そうね。でもあれだけ言い切った後だし、すぐに見つかるとは思ってないわ。落ち着いてますね。さすがに冷静になるわよ。もしかしたらもう寮に帰ってる可能性だって考慮してる。その可能性もなくはないですね。あの子変に頑固なところもあって、自分で決めたら意地でもやり通すの。シドがそこまで一人で過ごしたいって言うなら徹底的にやるでしょう。シド影野くんのことよく分かってるんですね。当たり前よ、お姉ちゃんなんだから。まあ今回は諦めてもいいわ。え、いいんですか。こうなったのも私の責任だもの。このまま帰るのももったいないわね。せっかく海に来たのに。そうだ、少し遊んでから帰りましょうか。それはいいわね。ちょっと一泳ぎしましょうか。ああ、アレクシア王女、こんなところにいたんですね。ちょっと夏目先生、待ってください。ん？あれ？他にも人が？しっかりしなさい。
こんな暑さに負けてる場合じゃないでしょ。